どうも、ぷくともです。今日は先日公開したプロクリエイト入門講座でお伝えしきれなかったプロクリエイトの便利な機能たちを紹介していきます。今回のために描いたこちらの線画を仕上げていきながら解説していきますので、ぜひ最後まで見て一緒にプロクリエイトをマスターしちゃいましょう。というわけで早速アクションを開きます。キャンバスを左右反転という機能を試してみましょう。こちらの機能なぜ使うのかというと、左右反転しないと気づかなかったようなイラストの歪みというのに気づけます。例えば今回は目の位置を調整しようと思いまして、フリーハンドの状態でこんな感じで目を囲って、そして矢印をタップして位置を調整しました。ちょっとの位置調整なんですけど、これで結構顔の印象変わってきますので、こんな感じで整えてみました。そしてですね、足の部分についてもちょっと角度とかいろいろバランスが崩れてるなと思ったので調整してみました。本当は下書きの状態で左右反転させて歪みに気づけたら一番いいんですけど、線画でしっかりと書き込んでから気づく歪みっていうのもありますので、書きながら都度左右を反転させてバランスが崩れてる箇所がないか確認することをお勧めしています。続いて今回は事前に3色の色を選択してから色を塗っていきたいと思います。こちらのカラーの機能がなかなか面白いです。補色とかトライアングルとか類似色とか、自動でこんな感じで色を抽出してくれるので色選びに迷った時におすすめです。なんですけど今回はこちらの本を参考にして色を選んでみました。本のリンクは概要欄の方に貼っておりますので、よかったら参考にしてみてください。というわけで決めた色を別のレイヤーに塗っていきます。名前はカラーで設定しました。こんな感じでキャンバスの端っこに色を塗っておくと、後から色を選びやすくなるし、色のバランスも見やすくなるのでおすすめです。今回はパーツごとにレイヤーを分けて塗っていきます。名前を変更して最初はシューズを塗っていきます。そして色を塗るときなんですけど、こんな感じで直接色を塗ってしまうと全体がドバーッと塗られてしまいます。この状態を避けるために基準という設定をしましょう。前回の入門講座でもお伝えした機能です。覚えてますかね。こうすることによってちゃんと線内に収まるように塗ることができます。それでも範囲がブワーッと広がってしまう場合は、こんな感じでペンをスライドさせて色位置を調整しましょう。今度は紙用に新しいレイヤーを作ります。レイヤーの名前はヘアで設定しました。で、この髪の部分なんですけど、こんな感じで前髪だとかいろいろ隙間が空いちゃっています。なのでこのまま塗ってしまうと、またドバーッとね塗られてしまって、色位置を調整してもうまく塗ることができません。こんな時はまず基準を解除します。そしてヘアのレイヤーを選んだ状態で、こんな感じで塗りたい箇所の枠を描いていきます。枠が描けたら色をポンと置いてあげると、こんな感じで綺麗に塗ることができます。線がしっかりつながってないようなイラストを描く方はこのやり方でやってみましょう。それではこんな感じでどんどんパーツごとにレイヤーを分けて塗っていきましょう。そして肌の色を塗っていて気づいたんですけど、白い背景のまま薄い肌色を塗っているとちゃんと塗られているか不安になりますよね。そういう時は背景をこんな感じで非表示にしてしまうと、ちゃんと枠内で塗れているか確認しながら塗ることができます。
そしてはみ出してしまった部分についてはちゃんと消しゴムできれいに消してあげれば OK です。こんな感じで背景を非表示にした状態で肌色や白色の箇所もきれいに塗っていきましょう。調整の中の色相彩度明るさ、レイヤーを選びます。ここでちょっと髪の色が明るすぎたので、明るさを調整してみました。そして今回選んだ3色に合わせて線の色も変えてみました。上から塗りつぶしてあげれば、こんな感じで線の色も変えることができます。続いて、調整を開いて、歪みという機能を使ってみましょう。この女の子の横に書いてた瓶なんですけど、ちょっと形が不格好だったので、こんな感じで歪み機能を使って大幅に調整しちゃいました。結構大幅に調整したんでね、一部はがっつり消しまして、一旦片面だけ仕上げてみました。そして描画ガイドを表示させてよりバランスが分かりやすくしてみました。選択ツールで瓶の片面を選びます。そして3本の指をスライド、複製をタップして左右を反転させます。そうすることによってこんな感じで左右のバランスの取れた瓶を描くことができます。そしたら複製したパーツはレイヤーが分かれてしまっているので、下絵結合をタップします。こうすることによって一つのレイヤーとしてまとめることができます。はい、結構ね、スタイリッシュな瓶に変わったんじゃないでしょうか。というわけで瓶全体を囲ったら、また矢印ツールで位置を調整して配置します。続いてマスクをクリップの機能を試してみましょう。レイヤーをタップしてマスクをクリップを選択します。そうするとね、矢印がこんな感じで出てくるんですけど、この状態で色を塗ってみると、どうでしょう？こんな感じでオレンジの枠内に収まるように色を塗ることができます。こちらの機能は影や光をつけたい時にもおすすめです。影をつける時はマスクをクリップしたレイヤーを上3に設定しましょう。この状態でこんな感じで影を塗っていくことができます。ベースの色からはみ出さずに塗れるので影をきれいに塗ることができます。マスクをクリップの機能でどんどん影や光を描いていきましょう。ボトルの部分描けました。そしたらレイヤーが結構増えてきたので、ボトルのレイヤーをこんな感じで右にスライドさせて選択してグループをタップします。で、名前を変更でボトルという名前にしましょう。グループにまとめることによってこんな感じで色を塗ったレイヤーをわかりやすくまとめることができます。そして後から気づいたんですが、ボトルの光のね、角度がおかしかったので、左右を反転させて、
しっかりと左から光が当たっているように修正しました。今回紹介した機能を使いこなせば、こんな感じで絵を描くのがかなり早くなりますので、どんどん活用していきましょう。最後に仕上げで髪にも光を入れてみました。はい、これで完成です。今回は結構レトロな雰囲気のイラストを描いてみました。パーツごとにグループ分けをしているので、後から修正したい箇所があった時にもレイヤーを見つけやすくなっています。プロクリエイトの便利な機能をマスターして、どんどんデジタルイラストを楽しんじゃいましょう。最後までご視聴ありがとうございました。以上、ぷくともでした。バイバーイ。